ビッグアーサーは、日本の競争は、2016年の高松の宮記念で優勝した。現在は、ダネボバ。新馬戦が終了した後の3歳4月の未勝利戦で、デビューし、レース経験場相手に2馬身半差をつけ、初勝利を挙げる。しかし、その後は故障で、長期休養に入ることになる。10ヶ月の長期休養を明け、4歳2月にして2戦目を迎えた。 八つ特別は人気に応え、二馬身半の解消を収める。続く、岡崎特別は中段から上がり、最速の足を使って一着となり、無傷の3連勝を飾る。続く、淀屋橋ステークスは1.4倍の圧倒的人気に応えて、首さざし切り4連勝とすると、さらに水なずきステークスは1.3倍の支持を集め、重症化チウマ2等相手に勝利を収め、 無傷の5連勝を達成する。オープン入り初戦、初重勝挑戦となった北九州記念は、中段から足を伸ばすも、ベルカウントを交わせず2着、6戦目にして、初の黒星となる。自走は、スプリンターズステークスを予定していたが、賞金順位は16位だったものの、賞金順位再開のレッドオーバルに、レーティングの上位5等に優先出走権が与えられた、ため、除外となる。 仕切り直しの一戦となった、オパールステークスは1.7倍の人気に応えて3馬審査の圧勝を収め、6勝目を手にした。地走の軽半回は1.5倍と再び1倍台の人気を集めたが、前を行く里のルパンを頭差で捉えられず、2着に敗れる。続く、阪神カップは生涯唯一の1400メートル戦でのレースとなったが、ロサギガンティア。 ダンスディレクターの争いに一馬身半を遅れた三着に、敗れ、初めて連帯を外した。五歳初戦、シルクロードステークスは、主戦の藤岡孝太が降板し、ミルコデムーロに乗り換わる。レースは、中段から前に迫るが、前は止まらず五着に敗退し、三連敗となる。自走、初の GI 挑戦となった、高松の宮記念でも一番人気に押され、安城は、 福永雄一に乗り換わる。レースは、ハイペースで行位につけると、直線先に抜け出したミッキー・アイルとの叩き合いを3、4馬身前に、出て一着、タイムは1分06秒7の、コースレコードでの GI 制覇となった。また、藤岡健一調教師にとっても初 GI 制覇となった。その後は、休養に入り、6ヶ月ぶりの実戦となった秋初戦、セントールステークスは、 先手を取るとそのまま逃げ切り、重傷2勝目を手にした。短距離 GI 春秋制覇を狙ったスプリンターズステークスは1.8倍の圧倒的人気を集めた。レースは道中行為で運んでいたが、再打ち枠がアとなって、直線では前が壁となり、抜け出せず初の2桁着順である12着となる惨敗に終わった。自走は、 香港スプリントに挑戦するも福永が、前週に落馬負傷したため、ライアンムーアン上で挑んだが、13頭立て10着と2戦、連続惨敗に終わった。6歳になり、指導戦に高松の宮記念を予定していたが、左前足の筋座章によって、回避となる。夏は休養し、セントールステークスでの復帰に向けて調整されていたが、今度は、左前足のひずめキューブに、 痛みが出て、出走を見送ることになった。10ヶ月ぶり、直行で挑んだスプリンターズ・ステークスは、デビュー2戦目から13戦連続で続いていた1番人気記録が、途絶え、8番人気での出走となる。レースは2、3番手から進めたが、直線で伸びず6着に終わった。その後、レースから5日後の10月6日付で、JRA の競走馬登録を抹消し、 アロースタッドでタネボバとなった。以上の競争成績は net com、netkeiba.com ビッグアーサーの競争成績に基づく。2016年からアロースタッドでタネボバ入り。初年度3区は126頭が登録された。2021年7月17日、福島第 6R でウィンモナークが勝利し、3区の初勝利を挙げた。 ありがとうございます。